ヒンドースターンの地図の一例。現在のインドのほかパキスタン、バングラデシュ、スリランカ、ネパールまで含まれている例。ヒンドースターン、英語、ヒンドゥスタンは、インドないし、インドは大陸の地域、もしくは、インドの別名である。ヒンドースターンとも呼ばれる。ペルシア語でインダス川を意味する、ヒンドゥに、同じく、ペルシア語で、土地を表す、スターンをつけた語で、 インダス川の土地を意味する。その具体的な範囲は、一定せず、以下のような意味がある。古代ペルシャ人は、インダス川より東方を、総じて、ヒンドースターンと呼んでいた。インド北部、ヒマラヤ山脈とで観光源の間の平原地帯。西は、パンジャブから、東は、アッサムに至る。北インドの平の部分を、ヒンドースターン平原と呼んだり、北、 インドを中心に通用する言語を共通の言語と考えてヒンドゥスターニーと呼んだりする。イスラム教地域であるパキスタンに対してヒンドゥー教地域をヒンドースターンとする。おおよそインドの領土に一致する。イギリス領インドの分離独立構想でイスラーム教徒の国であるパキスタンに対する言葉としてよく使われた。ただし当時の構想では パンジャーブ州とベンガル州の全域がパキスタンに帰属することが想定されており、また、半王国の帰属は未定だった。ヒンドースターンは、最終的に、ヒンドースターンではなく、インドとして独立した。しかし、その後も、インドの主要な自動車製造会社の名称や、航空機製造会社の名称に付されていたり、インドの主要な新聞の名称に、ヒンドゥスタンタイムズ及び、 ヒンドゥスタンでニックがあるなど、現在まで根強く使われている。最も抗義には、インドア大陸全域を意味する。ムガルとは、提出のソバーブルが、チンギスカンのケチミアに連なることであることから、ペルシャ語でモンゴルを意味する、ムグールが生まった呼び名であり、あくまで外国からの多少である。帝国自身は、自国の名として、ヒンドゥスターンを名乗っていたと考えられている。 ありがとうございます。